武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は徳島大学の国語の勉強について話していきたいと思います。こちら国語ですが、時間90分で大問が4題出ているのですが、大問3と4はどちらか1題を選択する、これは古文漢文どちらかの選択ですね。で、大問1には現代文となってますので、現代文2題と古文漢文のどちらかを1題の計3題解くという形になっています。で、問題ですが、まず現代文に関しては評論2題か評論と随筆という形での出題が出ています。で、漢字の書き取りがどちらかの題目に出て、あとは内容説明が中心、あと空所補充が出るかな程度のものなので、基本的には漢字の書き取りプラス論述練習という形になります。なので対策としては、漢字は入試漢字マスター1800プラス、こちらをしっかりやっておけば十分で、で読解の内容説明に関しては要約練習と論述練習という形になりますので、現代文読解力の開発講座をやった上で国公立標準問題集キャンパス、こちらで仕上げておくという形になります。ただちょっと文章が難易度高いので、ある程度そのテーマに対して知識を深めておくという意味で現代文キーワード読解などをやっておくと、やりやすくはなるかなというふうに思います。で、古文漢文に関してですが、こちらも全体的に文章、ちょっと長めで難易度高め、になっています。で、古文に関しては、現代文と同じく内容説明の問題が、かなり多めになっておりますが、漢文に関しては漢字の読みなども結構出てきたり、選択問題も出たりはしますので、割とその知識、だったり、も試される、形式となっており、古文の方が国立の対策してれば割といける。漢文はちょっとそのこの大学でちょっとユニークな対策が、いるかなという形ですね。ただとはいっても参考書自体何か増やしてやるとかっていうよりは、その過去問で実際どういうふうに出てるのかなっていうのを見た上で、今までの参考書をそれに対応できるようにやり直すという形になってくるかなというふうに思います。で、古文、こちらに関しては国公立標準問題集キャンパスと過去問、やり込むのと今までの参考書の復習で、漢文に関しても同様なんですが、ただその漢字の読みや、口語訳、書き下し文などの問題が出てくることを考えると、早覚え即答法などの、句法の参考書をしっかり確認して記述で書けるように、漢字の読みなども書けるように、この部分を練習した上で、キャンパスで、記述の練習をやれるようにしておきましょう。以上が国語の勉強となります。